とは封印するだけぞ。こっ、オビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だがせっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を。かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段。けど、輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか、今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。クロゼス。けど輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ血湧き肉踊ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱が。かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千獣、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする。そういう捉え方もできやしないか。まずい。奴が次に狙うのは。さあ次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。ではないのだ。まあ、初めて細胞を持
生き返っても同じ だ、 無意味だすぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。今だ。おう、かさめろ。遅くなりました、マダラ様。持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ、見ておけ。陰謀変獄。何かしてくるかもしれねえ、注意し。な、何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな全ての比重が揃ったわけだ。次は、ナルト。シオンが比重を抜かれてしまったのだ。え、ナルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け、残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸転生のままが良かったと悔やみながら行け。さて、お前は数少ない。この俺と組み合わせはない。勘違いすな。お前は死んだ人間だ。はい。どのみちお前に残された時間は少ないか。ナルトとは違い、頭を使っての行動が得意のようだな、サスケ。それでいい。ウチハは交渉に立てたうぞ。お前は生き返ってまで何を望む。
回は死の人全員に死なわせる。死にかけの患者には腹料理が必要だ。それが無限スキルだってのか。そう、それこそ俺の望む本当の世界、異性のない世界。なるほど、お前の描く世界も全くの理解がないわけではない。消えろ、古き時代とともに。言ったはずだ。終わりだ。気をつけろ、奴は何かを狙って。うわ、なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。